前に堀米、空いた場所に入って打ってきた、まあ、外し方もすごくうまかったと思いますし、まあ、しっかり見て、まあ、コースはそんなに、ね、預けて安西が中、安西を使った、安西が折り返した、樋口が足出したこぼれ球ファールなし、引き足は左、パスにしました、樋口打つ、決まった、まあ、パッと顔を上げた瞬間に、まあ、ゴールの位置と、まあ、キーパーの位置を見て低いボールを流し込みましたけど、やっぱ上手ですよ、はいはい、26m 枠きた、佐野打つ、前で顔を出した仲間、間でもらった鈴木、柿田へのクロス、ナイスキーパー、広げた、さあ溝口のループ寄ってきました、鈴木追い越しました、安西、鈴木がもらった、ピツカがいた、怖いのは左足のこのシュート、奈良原が打つ、奈良原が打つ、どうする、キープ、藤井のクロス、ピツカのヘディング、鈴木がいた、オフサイドの旗が上がりました、足をもらった知念のパス、走る藤井、この人速いんです、さあ藤井だ、挑んでカットイン、おっと接触あった、 PK、 対応したの富樫ですね、そうですね、そう、決めれば勝ち越しの PK、 知念決めた、鈴木がファン速攻に競り勝つ、松村が来た、挑んだ松村、ファン速攻、下のパス、石川左利き、狙った、開きましたね、さあ藤田ニアにすぐ流した、クリア、富樫のキックと、まあ、手前のところ富樫が触ってるんですけど、ゴールに向かってましたね、では届かない、振った左足、ディエゴ・ピツカ、鈴木の右足、今度は左足で打ったが真ん中に入れた、マチョンス、石川